緊急交番の悲劇、西武ドラフト粋ルーキーが悪夢のサヨナラ負けを招く、アブレイユが逆転サヨナラ打を許し、連敗スパイラルに、松井監督が崩れ落ちる5連敗の衝撃、借金14、ソフトバンク2位、1西武、19日、水穂ペーペードーム、中17日となったソフトバンクの先発、大関智久に対して、初回から打線が攻勢をかけました。 源田総領の二塁打などで西の場面で一・三塁とし、五番・ヒル昼間拓也の左前による敵地打で先制しました。ここまで三勝を上げているのは、先発の竹内選手です。三日のソフトバンク戦では、八回を投げて無失点の好投を見せました。竹内選手は最初から二者連続で三振を奪う。コースタートを切りました。二回には西一塁から得意の牽制でアウトを取りました。三回には。 一死二塁のピンチを招いたものの後続を断ち切りました大関投手も好投を続ける中5回には一死一三塁のピンチを迎えましたが運の高しのセーフティースクイズを見事なフィールディングで阻止しましたさらに続く西二三塁のピンチも三森大輝の打球を一塁手の平沼翔太が見事な捕球で無得点に抑えました7回ソフトバンクの山川穂高がレフトへの大きな打球を放ちましたが それにひやりとしましたしかしヒルカン選手がグラブでしっかりとキャッチしましたその後も危なげなくアウトを重ねていきましたしかし最終回には悪夢が待ち受けていましたドラフト行きルーキーの竹内夏明投手の高騰が突然終わり今シーズン8度目のサヨナラ負けで5連敗となりました北九州市出身の左腕は8回まで無失点に抑え 1>, 1点リードのまま9回にマウンドに上がりましたがソフトバンクのシュートを有恭に安打を打たれて降板しました守護神のアルバート・アブレイユが逆転を許しましたこれによりソフトバンクの本拠地である福岡では6連敗となりサヨナラ負けは4つに増えましたネット上の反応生まれてからずっとライオンズファンですが逆転された時点でアブレイユには申し訳ないがサヨナラ負けしてくれないかと思ってしまいました こで潔くやめてもいいのかもしれない。松井監督。監督を変えればすぐに状況が変わるわけではないかもしれませんが、もう監督を変えないとどうしようもない状況まで来ています。チームの暗い雰囲気を変えるためにも早く交代することが必要です。やはり松井監督は急用なのかな。これまで本当にお疲れ様でした。選手としては素晴らしい方でした。チームの苦境も引っ張ってくれました。 本当に感謝しています監督としてはあまり適していなかったのかもしれませんね結果が求められるから仕方がありません少しゆっくりしてくださいね西部に悲劇が発生しましたドラフトイヒの竹内投手がプロ初の完封に近づいていた9回に突然緊急交番となりましたあと三つのアウトでアクシデントが起きるのではないかという状況に球場がざわつきました。フトバンクに 19日、みずペぺーぺードーム、西武のドラフト行き指名、竹内夏晃投手が、プロ初の関東初の完封に近づいた矢先、アクシデントに見舞われました。緊急降板後、チームは逆転さよなら負けを喫しました。4勝目も手にできずに終わりました。9回、1対0の状況で、先頭打者の周東に安打を打たれ、次の打者、中村の打席で1球権制球を投げました。 その直後、異変に気づいたトヨタコーチがトレーナーと共にマウンドに駆けつけました。短い会話を交わした後、ベンチに戻りました。そして、その後、松井監督がアブレイユに代わるよう指示しました。竹内投手は、首位のソフトバンク相手に素晴らしい投球を見せました。5回には 1C13 塁のピンチを迎えましたが、運の,のセーフティスクイズを竹内がグラブで防ぎました。 三層の混同を三塁ランナーと一塁ランナーの間で挟みアウトにしましたそして続くミモリを直球で抑え無失点でピンチを切り抜けました150キロ前後の速球とチェンジアップカーブスライダーなど様々な変化球を駆使し切れ味が抜群でした制球も安定しており好調なソフトバンク打線を抑えましたしかし一点リードの球回 ちょうど10 9を投げたところで、突然の緊急交番となりました。ネット上の反応。竹内選手の安全を祈るばかりです。牽制球後の違和感、大きな怪我でないことを願います。打てない選手が続出しています。ランナーが出ないため、相手投手のミスなども少ないと思います。若林選手には、ホームランを狙うのは良いですが、打率を上げてからにしてほしいです。竹内く 本当に素晴らしい投球だったね。なんも文句のつけようがないよ。彼はまさに数十年に一人の逸材だろう。とにかくアクシデントが警備であることを祈るばかりです。チーム全体としては、もう何も期待できない状況だと思いますね。人事を尽くして天命を待つといいますが、結局、チーム全体として、指導者もフロントも選手も、やるべきことをやれていないから、天に見放されるんだろう。 指示が混乱しプレーが考えられないフロントも無言だ野球の神様もこんなチームに好意を示すわけがないと思いますよ自力優勝が絶望的な状況の西ーに対し落合博光氏は解決策を提案しています優れた選手を休ませずに生かすことが大事です試合に出るのは選手と述べました一方で中畑清二は特に監督として注目されています 現実のの監督である落合博光氏が19日、TBS 系のサンンデーモーモニングに出演しましまた。自力での優勝のチャンスが今シーズン最速で消滅した西武に対して彼は解決策を提案しました中畑氏が共演中にちょっと雰囲気が重いですね特に監督にはその責任があります自力での優勝が消滅したのは選手に任せきりではないと力強く述べた一方 氏は冷静な態度で耳を傾けました。その場で意見を求められた際、負けているからと言って、ただ動くべきだと思いませんと明言しました。その上で、打開策を提案しました。選手の状態を見ながら、休ませずに積極的に活用していくことが大切です。打順を入れ替えることや休ませることが、悪いサイクルにつながることがあります。前後のの打者の入れ替えによって 配給や役割も変化しますと落合氏は指摘しました。ベンチでは、どのように送りバントするかや、どの選手を交代させるか、細かく神経を使う必要があります。監督は采配を振るだけであり、グラウンドに立つのは選手ですと述べました。自力での優勝チャンスがなくなっても、チームは立ち直ります。ソフトバンクも苦しい局面に直面するでしょう。それでも 貯金を上手に活用することがペナントレースで成功するための条件ですと落合氏は述べましたこの言葉に中畑氏は勝利できる監督とできない監督の違いかもしれませんねと納得の表情を見せました西武は18日のソフトバンク戦で逆転負けを喫し今季5度目の4連敗で借金13首位のソフトバンクとの差は14.5に広がり自力での優勝の望みが消えた1点リードしていた8回 チーム事情でセットアッパーとして登板していた松本が近藤に逆転の二段を許した松井監督はこちらで選んでいる状況ですから松本だって時には打たれることもありますと述べ一歩進んでいくしかないと言葉を発した意見や感想をコメント欄にお寄せくださいチャンネル登録高評価もぜひお願いいたします最後までご視聴いただきありがとうございました